どうも皆様こんばんは。一昨日とかその前の新鮮でもないまあまあ古いニュースを皆様にお届けするニュースヘッドラインのお時間がやってまいりました。司会進行の専務です。よろしくお願いいたします。まずはこちらのニュースから。 LINE の個人情報管理に不備、委託先の関連会社中国ですね、中国人技術者らが皆様の個人情報にアクセスできる状態だったということが発覚いたしました。まあ、近く運用見直しをするらしいんですけれどもですね、これ前から言われてたことなんで全然驚きませんね。むしろ LINE なんで使うんですか。まあ便利ですからね。私はですね、公表してはいけない電話番号とかの連絡先がございますんで LINE は絶対やらないようにしてます。まあ、皆様もですね、外国とかに知られてはいけない連絡先とかがあったらですね、 LINE は絶対しないようにする方が得策だと思います。次のニュースいきます。同性婚認めないのは違憲の判決。札幌地裁は法の下の平等が定めた憲法に違反するとして同性婚を認めなしゃい。一方、国への賠償を求める訴えは退けました。憲法では24条婚姻は両性の合意のみに基づく。両性っていうのは男と女のことであって、男同士とか女同士っていうのは含まれないんだっていうのがこれまでの解釈だったんですけれどもですね、昔はね、おかまのおっちゃんとかその辺にいてですね、うーいおかまとかからかうとですね、むっちゃ追っかけてきて、なんかこううわーって捕まったりとかしてですね、いたずらしたお仕置きにチューされたりとかするんですよ。まあそういうのが昭和でしたね。別におかまとか言いながらもですね、対して何もなかったんですけれどもですね、なんか窮屈なんですかね。諸外国ではですね、宗教的な価値観が入りますんで、むっちゃ窮屈だと思うんですよ。割と日本はそこら辺おおらかなんでね、なんなら国の最高権力職がほぼ王だったことも結構ありますしね、織田信長とか森蘭丸となんかこうだったわけだったりとかしますし、上杉謙信とかもろそうですからね、ほどほどにって感じですね。次のニュースです。 CO2 を大気から回収、脱炭素を狙う新技術、実用化へ、なんてニュースが出ております。無数の穴が開いたシリカにアミンを加えた材料で空気中の炭素を吸って、まあ、CO2 ですから吸って酸素を吐き出す、木と何が違うのっていう感じなんですけれども、なんかこう脱炭素社会とか言いたいんでしょうね。ところでその吸収した炭素、まあこう黒いゴミみたいなやつが残るわけでもですね、それをどうするんですかね。もし処理のために燃やすとかしたら、また空気の中の酸素と結びついて CO2 でこうファーッと出るんですけれども、でそれをその装置を動かすのにですね、電気が必要なわけですけれども、電気はどうするんですかね。電気は火力発電所で作るんですけれど、火力発電所の CO2 はカウントしないんでしょうかね。ちなみにですね、最も二酸化炭素を出さないクリーンな発電というのはですね、原子力発電という話になってしまいますね。なかなかこの辺のバランス難しいですね。ここら辺についてはですね、マッチポンプなお話なんですけれども、武田邦彦教授にですね解説をお願いしておりますので、ぜひ5月の講演会に来てくださいませ。次のニュースいきます。鳥取県人口54万人に戦後初、減少速度抑制が急務。まあこれはしょうがないですね。軍部の方はどんどん減っていってるんですよね。鳥取市、米子市あたりは膨れていったりとかしてるんですよ。で古い家はどん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 廃れていくと。で相続とかになった時も古い家はですね、誰も相続しないで廃墟になったりとかしてますね。だって町に行った方が効率がいいですからね。しかも鳥取なんか家を買うな買うなと言いながらもですね、2000万ぐらい出せば中心市街地に家が買えたりしますし、まあ2000万もあったら結構いいマンション買えますからね。鳥取だったら中古のマンションとかだったら1000万円台で買えますからね。ある程度しょうがないんじゃないでしょうか。次のニュースに行きます。ダイソー100均商品置かない、なんと300円から1000円の商品にします。割高の雑貨に絞った新タイプの店舗を出店するそうです。価格帯は300円から1000円で、賃金上昇や新型コロナの物流費高騰で100均が利益を伸ばしにくくなっており、価格の高い商材にシフトしていく予定と。まあ、これはですね、高くなっていやっていう話ではなく、デフレ脱却の短所なんではないですかね。まあ悪くないニュースだと思います。順繰り順繰り回って世の中に溢れて
皆さんにところに帰ってきますんで、給料という形でね。次のニュースいきます。新型コロナウイルス変異株、なんと致死率 55% 既存のものより高い。イギリスで発症した新型コロナウイルス変異株ってやつが 55% 致死率高いよっていうニュース今踊っております。で 55% 死ぬとか思わないでくださいね。コロナウイルスが発症した人間ですね、発症した方の大体 2% が亡くなられるっていうデータが出ております。この 2% より 55% 高いという話ですから、大体 3% 致死率って話です。この数字の大きさに踊らされないでください。ですが非常に皆さんですね、スーパーラッキーだったのはですね、ここが日本だということですね。まずコロナウイルス抑え込めてますし、これで抑え込めてるんです。諸外国は桁が違います。抑え込めてる上にですね、医療体制がですねすごくしっかりしております。崩壊崩壊って言ってますけれどもですね、これはね、騒いでるのはマスコミだけでですね、日本はですね致死率もなぜ低いのか、もう薬が行き渡ったりとかしてるわけですし、あとね、民族的な問題もあるとか今ね、いろんな論文が出てますね。そういうこれについてはですね、ちょっと専門家じゃないんで、査読が行われてない論文ベースでお話しするとですね、間違えるといけない、皆様にオブラートに包んだようなお話をしないといけないんですけれどもですね、とにかくすごい清潔な環境に住んでますんで、ね、少なくとも鳥取島根はですね、田舎すぎて大丈夫なんじゃないでしょうか。騒ぐことは一切ございません。安心してカラオケ行って唾を飛ばして飲み会をやってください。次のニュースに行きます。そんなコロナウイルス対策商品のニュースがやってまいりました。なんと JIS 企画お墨付き、コロナ無害化、金谷紙業神業って書いて紙業ですね、触媒水溶液開発ということでございまして、なんとですね、紙に使ってる水溶液をですね応用することでアルコールよりも高い消毒効果がある、しかもですね長い効き目が期待できるっていうことですね。これはですね、酸化チタンを使ってるみたいですね。酸化チタンですって、金属ですから水に溶けにくいものですけれども、金谷紙業さんは水に溶かす技術を持っていて、この酸化チタンをシュシュシュってかけることで、アルコールと一緒でなんかこう脂肪分を分解して、でその効果が 長続きするそうです。アルコールと違って揮発しませんからね、コロナに役に立たないかもしれませんけど、もう他のところでなんかものすごいイノベーション起こしそうな気がしますね。医療現場とか手術とかの時に効くんじゃないでしょうか。こういうふうに異常なぐらいなんか広くて深いんですよ、日本の技術っていうのは。すごいですね日本。次のニュース。国立大学の資産運用会社収益力強化、井上科学技術大臣がインタビュー答えております。他の大学はすごい金稼いでるのに、日本の国立大学は金稼いでねえじゃねえかこの野郎っていう話なんですけれどもですね、例えばハーバード大学が19年度で 4.5 兆円金稼いでて、スタンフォード大学が3兆円なんてお話なんですけどもですね、ハーバード大学とか実はですね私立なんですよ。私立で自分の金を使って研究をして、自分の金で特許を取って金稼いでる、また寄付金を集めているというようなことでございましてですね、国立大学って国が金出すもんですからね、なんかそれはそれで目的が違うような気がしますね。また文部科学省が新しい天下り先をこういう資産管理会社とかに求めてるっていう話なんじゃないでしょうかね。クソですね日本の文部科学省だけはね、財務省に続いて残業2位の省庁ですからね、こういう風な省庁はいけてないということですね。次のニュースです。自殺11年ぶり増、若年層らに届かぬ支援、孤独孤立不覚、そりゃそうですよね。このコロナですごく自殺者が増えたよというお話でございます。一応ですね、私前ぐらいの動画でですね、コロナは日本人を救ったというお話をさせていただきました。この自殺者を含めてだいたい2万人弱日本人は死ななかったっていうデータが出ております。交通事故が一番減ったのかな、で歩かないから、その次にインフルエンザでの死亡など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 、そういう死亡要因が減ってですね、日本人が減らなかったんですけど、でも自殺者は増えた、特に若年層、女性、男性も死んでるんですよ結構自殺で。これは経済的
要因がすごく多いでしょうね。まあ、ぼーっとしてた政府が悪いの一言に尽きる話ではあるんですけれども、ちょっと今このニュースを聞いて気になったのはですね、11年前ということじゃありませんか。11年前って2009年2010年なんですよね。例のあれがあったんじゃないですか、政権交代っていうやつがあって、すごいデフレになって仕事がなくなりましたからね。求人倍率鳥取で 0.6 とかになったのかな。もう誰も雇ってくれない、何も仕事がない、そんな状況で3万人を突破したんですね、日本人の自殺者って。ところでですね、じゃあ11年には自殺者止まったんですよ。2011年って何があったかって、そう、東日本大震災だったんですね。なんとも言えない皮肉な話だと思いませんか。大災害があって何か頑張らなきゃいけないとか、この人たちの分まで生きなきゃいけないってそう思ったんですかね。なんとも言えない話ですね。政府はですね、ぜひ経済対策をたくさんやっていただくよう切に望みます。次のニュースに行きます。スッキリ、アイヌ民族に不適切表現、日テレ謝罪ということでございまして、犬という言葉をかけてですね、あ、犬って言ったらですね、アイヌ民族では犬っていう言葉は昔から我々を侮蔑する言葉だっていうふうにですね言われたということですね。っていう話なんですけど、これね、僕はね面白いなって思ったんですよ。日本人に対して犬とか猿って言ってもですね、悪口にならないんですよ。これね、あの民族別に悪口で使われる言葉がありまして、例えば下の言葉ですね、日本人だったらこのクソが、このチンカスが、メクソ鼻クソとかですね、割とこの排泄物の表現が多いんですね。逆にオランダ人っていうのはですね、人を侮蔑するときにですね、モンキーとかですね、ドイツの犬野郎とかですね、こういうふうにですね、動物に例える民族が多いんです。他にもですね、まあ親を侮蔑する言葉ですね、マザーファカーとかですね、そういうあの言葉ですね、まさにそのちょっと言葉に出せれない言葉なんですけれども、アイヌでは犬って言われたら屈辱に感じるということなんで、日本人は屈辱に感じない言葉なんですけど、犬かわいいやんって思うじゃないですか。その侮蔑はいけませんよ。しかしその言葉の意味の捉え方が違うっていうのに感動したんですね。ちなみにですね、アイヌ民族というのはですね、大体3つぐらいに分かれておりまして、それぞれ言語が違ったりとかします。で、南の方のですね、アイヌ民族の言葉はですね、ものすごく津軽弁に聞こえたりとかします。そんなわけねえだろうって思うような方のために、ちょっと津軽弁を聞きながら本日のニュースヘッドラインを終わろうと思います。すまばばだげーちわひたずや、わだけだもみであだばくるにだばみやばていちだ、人のつらみであだってわひたけ、うーんってふしぽこつで、ありがとうございました。何言ってるかおばあちゃん分かりませんでしたね。ニュースヘッドラインでございました。ありがとうございます。専務でした。